四川省成都市の旅3日目。この日は成都市中心部よりちょっと離れた場所へ。ジェズクジェン AAAAQ の観光地らしいです。ここは五代十国時代からある1000年以上の歴史を持つ場所です。古い町並みのこの通り、お土産や食べ歩きのお店もあります。さらにはこんなお店も。巨大パチンコです。哇，小猫咪都吓跑了。这个可以。ゲットしました。ありがとうございます。前进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 。这个こんなおもちゃも売ってました。買ったら中身チェックを忘れずに。25元の5元、値切って20元です。その他 UFO キャッチャーや工芸品、 VR アトラクション、さらにドクターフィッシュも。もちろん景色もとても綺麗です。リスもいました。こんな光景も。鶏を背負って卵を売るおばあちゃんです。こちらで昼ご飯。すべての料理美味でした。午後向かったのがこちら、新人班主林公園。こちらは清朝乾隆帝の時代からある竹林。鬱蒼とした雰囲気で写真が映えます。さらに奥へ行くとこんな広い場所が。ここも写真が映えます。最後に訪れたのがこちら、成都市中心部の商業エリア、太古ウリ。おしゃれなショップやレストランが多く集まり、デートにもぴったり。ライトアップも綺麗で写真も映えます。その隣の IFS というショッピングモール、外壁にパンダがいます。上に登ったらパンダの顔も見れるそうです。いかがでしたでしょうか。ぜひぜひコメント欄にご意見ご感想をお寄せください。そしてチャンネル登録お願いします。